どうもサドレシピの千秋です。チャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。さあ本日はですね、京都に来ております。噂の DOD キャンプパーク京都というところに来ておりまして、車で8時間ぐらいかけてきたんですが、すごいです。かまぼこテントがですね、なんと22サイトぐらいあるというところに来ております。本日京都に来たのはですね、お会いしたい YouTuber さんがいらっしゃいまして、その取材に来ております。ではお呼びしたいと思います。本日のゲストはナナミハンさんでございます。こんにちは、ナナミハンです。ハスラーでの車中泊やソロキャンプをしながらひたすらお酒飲んでますよろしくお願いします。お願いします。今日実はメディア初取材と伺ったんですが、はい、初めてです。あ、こういう形で、はい、そうなんですね。本業は何されてるんですか？本業は看護師、クリニック勤務で看護師をしています。 YouTube 始めようと思ったきっかけは何なんでしょうか？きっかけは一昨年ぐらいからソロキャンプを始めたんですけど、はい、その時になんかいろいろ調べてたらキャンプ YouTube でやって、自分もこんなんしてみたいなっていうので、ソロキャンプ始めるのと同時に YouTube も始めたって感じです。このチャンネルにも出てはった、はい、ぼっち女キャンプさん、あ、なるほど、が影響を受けましたね。なんか初めて見た動画が外で唐揚げを揚げて食べるみたいな、はい、それを見てめっちゃいいやんと思って、私がただのファンで、はい、普通にちょっと絡んだんですよ。それにぼっちさんが優しく返してくれはって、はい、でそれで、飲みに行こうって言ってくれはって、おでその行きますってなって、一番最初に飲みに行ったのが1ヶ月前とかなんで。あ、そうなんですね、はい、キャンプ始める前はめちゃくちゃインドアで、ゲームばっかりしてました。あ、そうなんですね、はい、反応があった動画というか、ハスラーでの雨の日にした車中泊の動画が、もう自分でも意味わからんぐらいバンって再生数が上がって、そこで結構登録者の方も増えてっていう感じです。最近は家族で見てますとかカップルで見てますっていう方も増えてきて、今女性と男性が 6-4 ぐらいで。あ、なんか料理はお得意なんですか？得意っていうほどではないんですけど、結構ちっちゃい時から料理はしてました。あ、そうなんですね、はい、自分が行って美味しかったお店とかの料理をちょっと記憶してちょっとアレンジしたりとか。お酒はいつからお好きなんですか？お酒はもう20歳ぐらいからもう好きでした。一番好きなのはやっぱりハイボールですかね。ハイボール、おー、うん、キャンプ始めるにあたってなぜ車中泊をやろうと思ったんでしょうか？自分が買った車がたまたまこうハスラーでアウトドアとかにも向いてる車やったんで、やってみようっていうのが最初のきっかけですね。でやってみたら楽しいやんってなって今はハマってます。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと噂のハスラーの中身を拝見させていただけたらと思います。はい、ハスラーを選ばれたのはなぜなんでしょうか？理由はもう見た目です。見た目、はい、可愛いなっていう一心で買いました。あ、これが秘密基地ですよね。秘密基地です。なんかこの狭い空間が割と好きで、はい、こうなんか秘密基地っぽいなって自分で思ったんで秘密基地って言ってます。はい、明日隕石が落ちてくるかもしれないから、今日好きなことして生きようっていうなんかスローガン的なやつです。はい、フラットになっていて、もう棚があるんですが、これは、はい、これは自分で作ったラゲッジボードですね。ラゲッジボード、はい、おー、テーブルの代わりにしてます。 DIY、はい、っていうほどのものではないんですけどDIY で、はい、ホームセンターとかで板買って、はい、ちょっと端っこピッて切るだけなんで、うんうんうん、女性とかでも全然できます。あ、そうなんですね、はい、まずこれがフロントガラスを隠すサンシェード、はい、で傘みたいになってて、はい、こんな感じで、おー、あ、はい、四角いんですね。このままピッて差し込むだけなんで、すごい楽です。アマゾンで800円ぐらいで買いました。
めっちゃ安い、はい、それいいですね、四角いサイズ、ポータブル電源、ポータブル電源、はい、エコ不動産のポータブル電源です。まあ、ポータブル電源すごい流行ってますけど、はい、なんかこのエコ風呂にした理由はありますか？その X ブーストモードっていうのがあって、それを使ったらドライヤーとかも、その出力が高い家電とかも使えるんですね。あと充電がすごい早いです、うんうんうん、はい、これは扇風機ですね。今日初めて使うんですけど、あ、今日デビュー戦デビュー戦で、ここが動かせるんで、はい、こう顔に当てれるじゃないですか、はい、夏はそうですね、暑いんで、あの昼間とかは車内には入れないですね、うんうん、これが寝床ですかね。これが寝床です。おなんかたまたま見つけた、ちょうど幅が70センチの赤ちゃんが寝るやつです。ここはこの、カーテン、カーテンもあのアマゾンで安いやつを買って、で、あの突っ張り棒は100均ですね、はい、おこれも DIY? DIY ですかね。あの100均で買ったフックを突っ張り棒に固定して、はい、でこれをこんな感じで刺す、刺してます。ちょうどいい、はい、そうなんです。これナイスアイディアですね、はい、普段はこんな感じで、できるだけこっち側にいい景色が見えるようにして、うんうん、で、まあちょっとたまに景色を楽しみながらここでご飯食べたりとかしてます。基本ここから動かないんです。じゃあ、ななみはんさんファンの皆様はね、撮影の裏側こんな感じで。もうほんまに普段はあの、はい、仕事行くのに使ってる車なんで、特にあのカスタマイズとかはしてないんですけど、でも車中泊するぞってなったらこれ、なんやろ、すぐ使えるっていうのがハスラーのいいとこやなって思います。あの身長何センチぐらいなんですか？身長は162センチです。そうですね、170センチ以下の。まあ女性の方が使いやすいですかね。うん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 。男性やとちょっと窮屈に思う方もいらっしゃるかもしれないです。なるほど、はい、このあとは今度はななみはんさんのキャンプギアだったりキャンプ飯をちょっとご紹介していただきたいと思いますので、ぜひちょっと後編の方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、本日の動画はななみはんさんの、車中泊だったり、インタビューでございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。